います。6月29日 RB2、交流大会ランダム2オン2ですね、始めたいと思います。イエーイ。おいヒゲ、拍手ねえぞ。おめえ何してんだよ。よくやった。本日は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 チーム、参加者が20名ということで、ゼロ回線が2つあります。あ、そうそうそう、それで、黒丸が上級者、黒丸が上級者で赤丸が、初級者です。上の階級の人と当たるときはハンデがつきます。1本です。はい、1本取られたら、上の階級の人は負けということになります。ご理解ください。というわけで初級者同士のチームも、全然ワンチャンあるんじゃないかなと思いますので頑張ってください。はい、というわけで0回戦1個目912アンディと、ジムキャリー山崎、ジムキャリーまあいいやと、芹沢ボブと南海山崎。はい、じゃあシャイ。あ、中さんシャイとか言ってる場合じゃないから。エジ君は中級者ですね。なので、芹沢さんが出る場合は芹沢さんが1本取られたら負け、南海さんが出る場合は通常の、普通の対戦になります。というわけで 1P 側が、912アンディ、 2P 側が南海山崎。さあ、俺は中級者同士なので、南海さんもね、もうね、上級者一歩手前ぐらいだと思うんですけどね。こう、なんかこう、何かがあってやる気を出して突然対戦数が増えたりすれば全然上級者判定もあり得るぐらい最近南海さんは上手くなってます。ヒゲ負けちゃうか。まあいいや。さあ山崎が負けてるよめっちゃ今バレてたよずっとバックジャンプしてたからねさあ、なんかこう中さんの動きが、中さんの動きがちょっと悪いぞ。今のうまい、今の暴れ潰しうまいっすね。うまいっす。はい、さあ、ヘビーキャンにならないと大変、文句を言ってらっしゃると。なんその2C のなんその2C の振り合い。エジ君明らかに届かないでしょ。さあ、投げてからの、もしもーすもしもーす、中さんチーム戦勝った方がいい、そりゃいいよ勝った方がいいって、あなたそれ今の中段、いいや、だって C モデルでしょ。うん、全然。あ、そうなの、うん、中段にするにはどうすればいい。中段にするには A で戻る。あ、そうなの、うん。あれ、エジ君中級者。いや、初級者だよなんで初級者じゃないのか、わけがわからない。ああ、なるほどね、うん、まあそこはでも許さない。うん、どっちでもいいんだけど、うん、A で戻ると中段、B で戻ると下段。そうだ、C で戻ると下 C で下段だと思って。ああ、全然違うね。裏顔でニュートラル下 C で下段にはなりません意外となるときは B で、そうそう B で下段。ももさん、ももさん、のじあいやりたい
これさ、マイク持ってみない？実況実況モノさんの実況わかりました、実況変わりました、モンドです。いきなりルール5が入って、これ死ぬんじゃないですか。あ、死んでしまいました。シャイでもボブがゲージがあるので、ガーシャンから痛いコンボが狙えるが、あ、牽制ではやはりリーチが長い、山崎の割り有利。あ、振り使いはやはり近づき、あ、ここでガーシャンが漏れてしまって投げ、はい、やはりボブのリーチよりもちょっと外側のが山崎がね、早い技を持ってるんで、近づきさせるのが、近づきさせない攻撃をいっぱいで繰り出せますね。あ、ボブの方は近づけば美味しいコンボがあるんですけれども、あ、うまい、これは牽制で、しかしボブならばこの体力差ならば返せるぐらいの、お、これは美味しいんじゃないですか。あ、これはまず溶かしてもう一度攻撃を迫る、ヘビ使いで近づかせないようにしながら、ボブはどうやって近づく、あー、これは動いたところに当たってしまってこれは今やってるのは、あ、0回戦1回目の91ニャンディジムキャリー山崎チームの勝利ということで、0回戦2回目ライムさんの山崎とピチカートさんのマイ対おたけさんのテリーとミキさんのビリー、はい、じゃんけんお願いします。はい、あ、今ここですね。はい、じゃあ筐体か先出し後出しか、はい、後出しで筐体をじゃあ選択してください。はい、はい、じゃあ 2P側をおたけさんとミックさんのチームが取って、じゃあライムさん、ピチカートさんは、まあ、先にどちらが出ますか。はい、じゃあ先方で出るのはミックさんのビリーが先方、こちらのチームはさあ考えているが、さあビリー遠距離戦に定評がある、どちらかといえば防御力が高いビリーに対して山崎と前どちらが出ていくかと言いながら、残りが5カウント、あ、じゃあ山崎、早く山崎、はい、ライオンさんの山崎が先方で出ると。これ早稲田ですか。早稲田で、はい、はい、1試合目ライオンさんの山崎 VS ミックさんのビリー、あー、なるほど、赤丸が初級者、マークなしが中級者で、丸がついてるのが上級者、はい、承知しました。ビリーはどちらかといえば防御力が強いので、近づかなくても相手をチクチクしているだけでも十分強いんですが、山崎の方はリーチが結構あるので、山崎の攻撃をどういなしていくかというところでしょうか。あ、この3節から攻撃力が意外と高い、そしてリーチもある、しかし硬直は長いので飛ばれてしまうと危ない技だが、あ、ここは山崎はヘビ使いを使いながら、あ、おいしい、これは溶かして近づいた、一旦近づいてしまえば山崎はラッシュ力が高いので、あ、離れてもう一度ヘビ使いで差し返す。さあビリーはこれ体力差を、お、これでリードを伸ばす、残り9秒、これはどうだ、あーっと、ここであと5秒で、あっ、あー、これは惜しい、僅差でしたが、まず1本取っていくのはライムさんの山崎、大丈夫、取れますよ、気をつけてください。2戦目が始まって、ゲージがある山崎いきなりパラしていく、はい、急に止められて、ライフリードはビリー、あ、上下げだけうまい、山崎の方はそれでもジャンピーで飛んでいく、近づいてくるの、近づいてくるの、山崎のラッシュ力が生きてくるのだが、ビリーはどのように、おっと、惜しい、対抗狙っていたようだが飛びが通ってしまって、この体力差、あーっと中段、さらにラインから下段、あーっと中段、欲張っていく、ビリーの方も差し返すが体力差があるので、とりあえず攻めていかなければならない。あー、惜しい、 2C でこかしたところを近づいて、あ、飛びが通って、お、だいぶ近づいてきたぞ、ゲージもあるが、さあどのようにビリーはここから、あ、じわじわとじわじわ攻めて、残り9秒で、あ、投げが通る、これは分からなくなってきたぞ、削ってもう一回投げか、あ、ここで 2C が入ってしまって、差し返すが、やはり山崎のリードが大きかった、ライブさんが取っていく、やっぱそうなんで、もう変わってください、
Over. 次に出てくるのがピチカートさんのマイと大竹さんのテリー。これは大竹さんが初級者なのでピチカートさんは1ラウンド取られたら負け、大竹さんは1ラウンドでも取っていきたい。さあスタートボタンを押して、テリーと前、キャラパワーでいけば断然前の方があると言われておりますが、テリーの方もいろいろ攻撃手段がありますので、あと牽制もそこそこ長いですからね。さあどうせまずジャンプ、ああ美味しい、これは 3A かな、 3A 対空からバーンナックルおっとアイグルタックルで、あっとリードを取っていたが、ここでワンコンボ返してライフは、ライフ差はほとんどない。あここは城崎対空がうまい、多挑戦で相手を近づかせないようにしながらリードを保っていく前。さあ画面端が繋いで、テリーはワンチャンと、さあ首が通せるか、ジリジリして、あっと風太君は当たり前のが強い、あっとここでガーキャン、うまいバーンナックル、さらに中段のクラックシュートで、あと19秒台車が通りますよ。さあ3A のアッパーで取った、これでいやいやいや、おたけさんのテリーが初級者なので1ラウンド取った時点で勝ちと。そうしますと早稲田で最終的にはライムさんの山が来たい、おたけさんのテリー、ライムさんは中級者で、おたけさんは初級者なので当然ライムさんは1ラウンド取られたら負け。いや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 、何をおっしゃいますやら、いや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 、先やってないのってその言い訳を漏らして、さあゲームスタート。やはり山崎はリーチが長いので、テリーはどのように近づくか重要になってくるかと思いますが、さあ開幕、開幕ヘビ使いで牽制、やはりこの技は強い。そして西下段と中段で相手の意識をそぎながら牽制だけでもうすぐに半分体力を持っていく。そして下段かといって固まってしまうと、山崎の方はゲージが溜まってきてガーキャンや長飛などが打てるので、おっとテリー、おっうわテリーが画面走りに詰め寄って、うわいダイレクトタックルで対空。さあこれはなんとか相手の注意をそらしながら飛び落としてきて取ったけれども、ともにあおっと惜しい、あこれは 3A 対空また狙っていたが、あゲージがないのでこのまま固めていけばというところで、やはり 3A が強い。あこれはこれは美味しいんじゃないか、残り体力わずかで残り14秒13、これは山崎側は攻めないといけないが、あっとヘビー使いを狙っていた、やはりこのあー惜しい、急いで飛んでしまったところにヘビー使いで対空と。山崎開幕からまたヘビー使いを垂らして相手の飛ぶ気を削いでいこうという戦い。それでも果敢に飛んだテリーが画面端に詰め寄るが、おいしい、これはあちょっと高かったかな、テリーの空対空で、おっとこれは ゲージがあるけれども果敢に攻めていく、おいしい、これはバーンナックル、クラックシュートで中断、おっとここにドリルが入ってレベル3、これは遠いから後ろ入れないが中断で欲張ってダメージを取る。さあそれでもライフは若干リードしているテリー、あ城崎大工が強い、おーこれは惜しい、しかし残り体力がわずかなので小技でも刺されば死んでしまう体力、残り7秒6秒5秒、これも逃げ切れるか、43、あーっと髪が通ってしまって削りで最後ライムさんが取る、ライムさんとピチカツさんのチームの勝利です。いや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 、惜しかったです。